みなさんこんにちは。ネットワークデザイン学科の森岡和幸です。私の専門はロボティクス、周囲と情報のやり取りをしながら賢く成長する知能ロボットシステムについて研究しています。今日は私の研究テーマ、人や環境との相互作用により賢くなる知能ロボットについてお話ししましょう。 従来のロボットには自分自身の中にセンサーやコンピューターを詰め込んでそこから得た情報だけを処理して周囲の環境を認識行動するようなシステムでしたこれは言ってみれば自給自足型私の研究では自分自身の能力だけでなくネットワークに接続された他のセンサーやロボットなどと情報を共有して行動するネットワーク型のロボットシステムを研究しています人間は 他の人と会話をしたり街にある標識や看板を見たりインターネットで検索をしたり自分で考えるだけでなく外部からいろいろな情報を得て次の行動につなげていきますよね私の現在の研究テーマはそんな人間と同じように他の人や環境、システムと関わりながら成長していくロボットです例えばこちらをご覧くださいこれはネットワークにつながったカメラやさまざまなセンサーを使ったロボットシステムの概念図です このようにたくさんのセンサーで覆われた空間を作ることを空間の知能化と言いますロボットは自分自身が持つセンサーやコンピューターだけではなくネットワークを介して自分の知らない情報をたくさん取り込むことでより賢く行動できるようになると考えられています私たちが他の人に何かを尋ねたり情報検索をしたりすることと同じような仕組みをロボットにも持たせるのですまたこちらは人間を認識して 後についていくことのできるロボットです子供は大人について歩いて目的地までの道順を覚えますそして徐々に自分でも迷わず行動できるようになりますよねこのロボットで人間とのふらえの中から環境の構造を学習して行動できる仕組みについて研究していますターゲットとなる人間の行動からどこが重要な場所かを知りそこに映っていたものを覚えていくこうしてロボットは環境の地図を作り自分で行動できるようになるのです このようなロボットを作るためにはたくさんのセンサで得られた膨大な情報を素早く処理して行動につなげる工夫が必要となりますセンサで得られた情報には必ず誤差が含まれますまた人間の行動を予測する物理的なモデルを作ることは難しいことです確率統計や予測最適化といった数理的な知識を応用したアルゴリズムをコンピューターに実装することでこのような問題を解決しますネットワークを介して効率よく情報をやり取りできるように ロボットやセンサをを柔軟に組み合わせるるるここととがでできるプロログラムを開発すすも大切です知能ロボットの動作の裏には膨大な情報とそれを処理する通理の働きが隠されているのです周囲の人間や環境と積極的に関わる仕組みを作ることで複雑な人間社会によりスマートに対応できるロボットが生まれる可能性が高まりますセンサーやロボットなど たくさんの要素を結びつけてロボットシステムを設計し実際に意図した通りに動作したときの達成感は格別ですまたこの研究には人間の成長や学習の仕組みをロボットシステムの開発を通じて工学的な視点から理解解明できる可能性もあり未来につながる研究としての大きな魅力があります人間同士のコミュニケーションのように他者と関わり成長するロボットを作る これもネットワークデザインです。この学科で未来のネットワークシステムを考えながら自分自身も成長できるよう一緒に勉強しましょう。